2023年日本代表での伊東純也の成績がすごすぎる。シリア戦4アシスト、チュニジア戦1ゴール、カナダ戦1アシスト、トルコ戦1ゴール、ドイツ戦1ゴール1アシスト、ペルー戦1ゴール、コロンビア戦、ナシウルグアイ戦1アシスト、8試合4ゴール7アシスト。2023年日本代表で驚異的な成績を残し続けている伊東純也30。まさに全盛期って感じ。まだ伸びしろあるんかい。絶対年齢ごまかしてるやろ。考える、マックス走り不要でこの結果、えげつない。典型的な遅咲きタイプよな。年齢的に2014、2018のワールドカップに出ててもおかしくないけど、代表定着したのは森保監督になってから。マジでレベチだろ。笑い。素晴らしい選手。伊東純也半端ないって。30超えとは思えないぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。